じゃあちょっとサッカーから離れるんだけど、はい、日本とアメリカの、まあ、授業の内容の差、まあ、リョウ君だったら日本の大学には出てないけど、まあ、日本の高校までは日本で出てたじゃん。はい。それの内容とか教え方っていうのは違いはあった？教え方、まあ、高校と大学じゃ多分なんていうか授業形態も違いますし、まあでも、うん、日本はテストに向けた勉強かな、うんうん、で僕アメリカはどっちかというと実用的な、うん、だったらビジネスでどの場面でとか、うん、結構具体的にその用語を覚えるというよりは、うんうんうん、その用語の例えばどういう場面で使うとか、うん、まあ、実用的なことを学んだことが多かったかもしれないですね、日本にいた頃よりは。 BCU だったら平均で生徒は何人ぐらいいたの？あの、一クラス。一クラスですか。まあクラスにもよりますけど、うん、まあ、大きいクラスだったら本当に200、300、400いましたし、うん、まあどん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 なんていうか上がるにつれて、まあ、大体30人ぐらいですかね。どんどん上がるにつれて人数が減ってくるってことだよね、専門に向けて、はいはい、うん、そっかそっか。ディスカッションは多かった？まあ、クラスにもよりますけど、まあでも、ありましたね、ディスカッション。ディスカッションは好きだった？嫌いだった？まあ、別に好きでも嫌いでもなかったんですけど、まあでも喋ることは基本的に好きなんで、うん、まあ、苦ではなかったですね。確かになんか難しい込み入った話になってくると他の人よりちょっと劣ってたかなっていうのはありましたけど、うん、まあでも基本的には僕は喋ることは好きですね、うん、まあ、ただちょっと最初は人見知りっていうのもあるんですけどじゃあ人前、あのクラスメートの前に立ってじゃあプレゼンをしなさいってなった時は、まあ、やるけど、まあ、積極的にはやらなかった感じ、自分からは。これが、なんていうか、課題なら、完璧にやってきましたし。うん。そっかそっか。先行ですか？あ、先行ですか？うん。あ、リアルエステートです。リアルエステート。ファイナンスと。うん。なんで、結構、そうですね、一回、街づくりのプレゼンテーションとかもしましたし。まあ、グループですけど、まあでもそうやって、なんか1セメスターかけてどう街作っていくかみたいな、面白いね、はい、やってなんかいろいろ計算も全部街の収入とかも全部やってなんかベスト街を作るみたいな、うん、課題とかもあったり、まあ普通に楽しかったです。いいねいいね。